現在中1です。ひるきさんにはほぼ毎回のライブでうんこいく言ってますが、ひるきさん自身は自分のことをうんこだと思っていますかいいえ。あの、ま、あ YouTube ってその子供が見るメディアなので、あとあんまり頭のいい人って YouTube ずっとダラダラ見続けるとかやらないと思うんですよね。あの、ま、あその僕 Netflix とか契約してるので暇な時間、僕は契約しないんだけど、友達が契約してて、まあ、あの、それを見たりするんですけど、なので、あの、 まあその友達のまああのアカウントですけど、暇な時間があったら僕、ネットリックスとかそれなりに面白いものを見るんですよ。なので、あの、そのなんか、どうでもいいおっさんがあのダラダラ喋ってるようなものを見るのって、その面白いものを契約することができないぐらいお金がないか、もしくはその面白いものを見つけられない能力士の低い人だと思うんですよね。その なんかおっさんが酒飲んでダラダラ喋ってるとかオチがあるわけでもないし何か得られるものとかもないと思うんですよ。 でもなんかそういうものに時間を費やしてしまうのって、やっぱりそんなに頭良くないと思うんですよね。っていうのがあるので、頭良くない人に分かるようにするには、やっぱり、あのうんことか、そのなんかそういうネタを使うと分かりやすいんですよ。あの小学生って、そのあのあうんこちんこネタで大喜びするじゃないですかで。基本的に頭の悪い人って、うんこネタ使うと喜ぶっていうのがあるので、僕、うんこネタを使えるようにしてるんですけど、プライベートでうんこがどうこうとか、基本的に言わないんですよ。はい。<laughs> 嘘です。すいません。<laughs> また彼女に怒られるからね。はい。